エグゾセエグゾセ、フランス語でトビウオの意は、フランスのアエロスパシアル、ゲン、マダが製造する、対艦ミサイルである。フランス語としての正しい発音は、グザストであり、同じ綴りの語エグゾセ、グッツス、トビウオと違い、語尾の t を発音するのが普通である。英語では、イークセットなどと発音される。水上艦 地上も含む発射型の MM38、改良型の MM40、航空機発射型の AM39、潜水艦発射型の SM39 と多くの派生型が開発されている。フォークランド紛争の実戦で使用されたこともあり、西側諸国の艦隊艦ミサイルとしては最もよく知られた機種の一つである。開発は 1967年よりアエロスパシアル社によって着手された。1968年10月、フランス海軍の発注とともに初めて公表された。また、1972年には航空機発射型の AM39 の最初の試験が行われた。潜水艦発射型の SM39 は1979年に初めて公表され、1981年に アゴスタから最初の死者が行われた。ミサイルの名称は、ノール・アビアシオーンの技術者であった、M ・ギローによって与えられた。フランス語で飛びを意味し、ギリシャ語の起源とする。原型の MM38 が開発された当初は、策的、測的手段としては、小型関東債の電波探知装置を想定していた、ことから、ミサイルの射程は、その探知距離程度で良いと考えられ、 4 0トル前後として設計された。このため、推進装置としては、多少射程には劣るが、加速性に優れる固体燃料、ロケットモーターを、ブースターサステナーともに採用した。その後、1981年より生産が開始された MM40 では、関西機のレーダーによって探知された目標への攻撃想定が追加され、 最大射程は 65km に延伸された。また、発射機も従来の箱型発射灯に変えて、よりコンパクトな円筒型とされている。その後1991年に発表された MM40 ブロック2では、電波吸収体、ラムの塗布によって、レーダー反射弾面積、CS を低減し、誘導装置の改善と合わせて、悲劇追行算を低下させている。また、 電子防護能力も強化された。さらに、2002年からは、サステナーをターボジェットエンジンに変更することで射延伸を図った、MM40 ブロック3の開発が開始されており、2010年3月18日には、シュバリエポールにおいて死者が行われた。なお、潜水艦発射型の SM39 は、水密カプセルに収容されており、まず水中で、 カプセルの固体ロケットモーターで加速して海上に浮上した後にミサイルのブースターが点火される。ファイアーフォーゲット型のミサイルであり、ミサイルの誘導方式としては中途工程では完成誘導を終末工程では X バンドのシーカーによるアクティブレーダーホーミング AR 誘導を採用している。また MM40 ブロック3では 沿岸部の地上目標への攻撃を考慮して、終末工程での誘導に GPS も使えるようになった。本機はシースキミング、超低空海面追随飛行が可能な、いわゆるシースキマー型の対艦ミサイルである。水上艦搭載型の場合、発射後、まず2秒間のブーストによって高度まで上昇した後、電波高度計に従って高度まで降下して、巡航に入る。 その後、目標の推定座標からまで接近したところで、ミサイルはシーカーを作動させるとともに、さらに攻撃高度まで降下する。これは通例であるが、海峡が穏やかであればまで降下することも可能である。このミサイルは、比較的小さく、特に目標が大型艦だった場合には撃沈することは困難であるが、メーカー側は1 6 0ラムの弾頭を備えた。 ミサイルがマッハ0.9で突入すれば十分に破壊的であると主張されている。ただし、フォークランド紛争や米艦、スターク被弾事件においては、ミサイルは直撃したにもかかわらず、弾頭は必ずしも起爆しなかった。新艦としては、着発新艦の他にシーカーを介した疑似近接新艦を備えている。この疑似近接新艦は、シーカーからの情報をもとにして、ミサイルが 目標に命中したと期待されるタイミングから0.015秒後に起爆するよう設定されている。フランス軍やナトウ諸国のみならず、世界中の軍隊に広く輸出され、数々の実戦で示された実績により、フランスの有力な輸出兵器製品となっている。これまでの生産数は3000発以上を数えている。イタリアの実業家兼右翼政治家で、 当時中医アルゼンチン大使館の経済顧問の肩書きでアルゼンチン軍の武器調達を担当していたリーチをジェッリを経由して入手したエグゾセをフォークランド紛争1982年においてアルゼンチン海軍が使用したことによりエグゾセは世界的に有名になったアルゼンチン海軍はやはりフランス製のシュペルエ・タンである艦上攻撃機から発射したエグゾセにより イギリス海軍の駆逐艦、シェフィールド、5月4日やコンテナ船、アトランティック・コンベアー、5月25日を撃沈し、他にも陸上からの発射により、駆逐艦、グラモーガン、6月12日に損害を与えた。アルゼンチン側は、5月30日に、軽空母、インビンシブルに命中させて、損害を与えたと発表したが、イギリス側は否定している。 シェフィールドに命中したエグゾセは不発であったにも、かかわらず、秒速315メートルの速度での突入と、残燃量による火災は、同間に重大な損害を与えた。突入時の衝撃により、環状の発電システムが破壊され、防火システムの効果的な作動が妨げられ、これらが火災による沈没を引き起こした。シェフィールドの損失によって、イギリスの地震は揺るがされ、 エグゾセは一風変わった種類の尊敬を勝ち得ることになった。また、このエグゾセなる語は、イギリスにおける致命的な一撃を意味する交互体の表現にまでなった。グラモーガンに命中したエグゾセも、また、不発であったが、この時も残念量が大火災を発生させた。これは、グラモーガンの上院の迅速な行動が艦を救ったというのが事実のようである。 エグゾセ突入までの一分未満の短い間に、グラモーガンは飛来するエグゾセに対して、最大限のテ打を行った。その結果、艦は大きく、左限に傾斜し、エグゾセの原則への命中は避けられたものの、左限版コーミングに命中して、髪型に惹かれた。この命中痕は、グラモーガンの修復が1982年末に開始されるまではっきりと残っていた。 フォークランド紛争の後、イギリス政府とその情報機関が明らかにしたところによれば、当局はイギリス海軍艦艇の対艦ミサイル防御能力が不十分であると評価されていたことや、エグゾセの潜在的な能力が海戦をアルゼンチン軍側に決定的に有利にしてしまうことに重大な懸念を抱いていた。特にイギリス海軍の2隻の空母、インビンシブルと ハーミーズの方もしくは両方が、撃破されるか無力化されることが、悪夢のシナリオとして懸念されていた。仮にそうなれば、フォークランド諸島の脱回は極めて困難になると、考えられていた。アルゼンチン軍もそれを意図して、空母を狙ったものの、たまたま航空機を運送中であったコンテナ船、アトランティックコンベアを、ハーミーズと誤認して撃沈し、空母撃沈は果たせなかった。 このような事態を防ぐべく、アルゼンチン軍がエグゾセを追加入手するのを妨げるために、イギリスの情報機関が世界的な規模での活動を行った。また、フランスもペルーへの輸出を拒否した。というのも、ペルーは自らが入手したミサイルをアルゼンチンに渡してしまうと言われていたからである。しかし、この時点で、すでに EC 及び NATO 加盟国からアルゼンチンへの 金融措置が取られていた。なお、エグゾセは当時のイギリス海軍の艦、カウンティ級駆逐艦、ディアンダー級フリゲートの一部、21型フリゲート、22型フリゲートバッジ1も艦隊艦ミサイルとして採用していた。しかし、本土に近いアルゼンチン海軍の大型艦艇の活動が消極的であったことから、活用機会がなかった。 イラン・イラク戦争において、イラク軍は200発とも推定される、エグゾセの空中発射系をミラージュ海一により運用して、イラン海軍の艦艇を攻撃したが、戦果はまちまちであった。投入されたエグゾセは、タンカーや、その他の民間船にもしばしば命中したが、大部分が不発であった。撃沈した船には日本で建造されたノックネービスも、含まれている、タンカー戦争を参照。 アメリカやイギリスの爆発物処分専門家のチームは、そうした船舶から弾頭を、時には完全なエグゾセを回収した。1987年5月17日、イラク空軍のミラージュ海1は、アメリカ海軍のオリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲート、スタークを、イランのタンカーと誤認し、2発のエグゾセを発射した。2発とも命中したが、 弾頭が炸裂したのは一発のみであった。これにより、スタークは重大な損害を受け、37名が死亡、21名が負傷したが、乗員の懸命のダメージコントロールにより沈没を免れ、修復のために構想された、スターク被弾事件を参照。なお、イラクのミグ -23ML には、ミラージュ海 1E9-5、6からパイロンを流用し、 エグザセを搭載できるよう回収された機体があった。この場合、質量の大きい空対艦ミサイルを機体、中央線下に装着するため、本来の固定武装である連装機関砲は取り外されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。